こんばんは。こんばんは。やっほー。今日もおばあちゃん家にいます。私は。こんばんは。ちょっと待って。よいしょ。こんばんは。よいしょ。髪の毛巻いてたのにもう取れてきちゃった。こんばんは。ギシギシ椅子が皆さんこんばんは。今日はワンコたちがもう寝てるから静か。固定したい。よいしょ、どうだ。そう、マロは玄関で寝てます。今なんか今日は玄関で寝てる。嘘、ごめん、今日配信枠してないです。急に始めました。もうチェキ届いてるん？そう、前チェキ会であったんですけど、もうチェキ届いてるんですか？なんか人によっては届いてるらしいけど、リエノはもう届いてるんかな。私のチキが届いてるんでしょうか。人による。ちょっと前のチキは、前ってかあのテンスの時のチキは全然漏れなかったんだけど、今回のチキはめちゃ漏れてる。わかんない、漏れてる。前回には漏れてるから。もう倒れちゃうんだけど。どうやったら安定しますかね。昨日全然倒れたりしなかったのに今日倒れちゃうんだけど。心配になってきた、倒れないか。ね、大丈夫、なんか映ってない。泉さん届いてる、本当に。じゃあもう届いてる人もいるんか。え、あとで見に行くね、ありがとう。なんかさっきタグ付けしてくれたって言ってた。見に行きます、ありがとう。今日本読みました、お家で。なんとかなえさんの本を読んだ。マーク水飲んでる、今水飲んでた。今水飲んでました。今日なんでメガネかけて、メガネ外したい。今日はでもメガネ外したらさ、もうこの距離だとさ全然見えないんだよね。ここまで行かないと。なんかさ、メガネつけてってさ、途中からメガネ外したらさ、なんかめっちゃ変な感じする。なんかいきなりすっぴんになっちゃったみたいな気分。なんか鼻がなくない？鼻がここしかないんだけど、ピキュッてなってる。ルパンさん、アジサイありがとう。ムサムサたい焼きありがとう。ルパンさん、たい焼きありがとう。ルクトラさん、かわいいありがとう。
ピンクのクマさん、たい焼きありがとう。ロリーさん、たい焼きありがとう。あ、たい焼きたくさんありがとう。たい焼きピンクじゃないバージョンもあるやね。クマネパパさん、なにこれ、甘いなんかパンありがとう。甘いパンありがとう。クマネパパさんもありがとう。で、スワコさん結婚してたくさんありがとう。いや、ありがたいんですけどね。まあ前回も言ったんですけど、ちょっと今度会った時の態度を見てからそれを考えようと思います。あ、そう、これは放課後ホームルームの時に着た服ですね。めっちゃ久しぶりに着た。もうそれ以降あんま着てなかったんですけど、久しぶりに着ました、この服は。あれ、まんちゃん来たの？出てたの、さっきまでいなかったのに。服おしゃれ。今日はだってメイクして髪の毛も巻いたから、ちゃんと髪の毛、服も着てます。さっさとね、パジャマに着替えようか迷ったんだけど、一応服着といた。どうした、こっち来る、いいの、おいで、はい、おいで、まーちゃん来ないの、じゃあいいよ。今日は来ない日だし。サムトさん、たい焼きありがとう。来るの、何、来るの、じゃあおいで、おいで、はいはい、こっち来な。やっぱり来るらしい。こんばんは、今日も来た、まーちゃん今日も来た。はい、乗って、自分で。今日スマホ不安定だから倒さないようにしてね。マロー意外と巨大だって。巨大、近くに寄ってるから巨大には小型犬です。ちゃんとこのシーズーは小型犬らしい。一応今ご飯食べてんだけど、これまーちゃん、お尻が映ってるからね。まーちゃん気をつけてね、お尻見えない、取られんように気をつけてください。ゲスト登場です。リア充のしの嫁ガールズは仮に断られました。安心してください。え、断れる機能あるんですか？断れるの？断る制度あるんだ、それすら知らなかったんだけど。じゃあみんな断るんじゃない？あなたハベにしてる？もしかして。いい、それめっちゃ歯並び治ったんですよね。中についてないね。あら、歯並び治りました。結構今日は漫画描いてない。今日描いてないで、さっきまでメガネかけてたけど、今日はでもちゃんとお洋服着てメガネかけて、なんかメガネかけてる方がさ目大きく見えるくない？じゃあメガネかけようかな。メガネかけよう。なんかメガネかけた方が今日はしっくりくる。今日も蚊取り線香の匂い、なんか甘い匂いがする。今日は、今日なんか甘い匂いする。てかまーちゃん、それさ、机ギリギリのとこで食べて落ちないでよ。今日なんか蚊取り線香の匂いがします。まーちゃん、ね、意外と、そう、でもなんか舌はまだちょっとあれなんだけど、でも見えるとこはだいぶ並んできました、歯は。強制ね。てか髪の毛伸びんの早いなって、早いな、遅いんだけど結構伸びたなって今感動してる。伸びました、割と嬉しい、本当に。
やばいやばい。なんかもう。着て着洗っても大丈夫？いいよ。マロここでご飯食べてる。この。伸びた。あ、全然大丈夫だよ。映らんから。だってマロも見切れてるし、ここぐらいはしか映ってない。今ジージとバーバが。ちょっと待っててね。喧嘩しないでよ、そこで。喧嘩しないでね、お願いだから。よいしょ。マロくんは今ご飯中なんですよ。でもマロが全然ご飯食べてくれなくて、今日わざわざ新しいの買いに行った。本当はバーバンチも犬飼ってるから、バーバンチのと同じやつ食べて欲しかったんだけど、なんか見せてるけど大丈夫そう。今ドッグフード食べてる。マロ、ほらやめて。ドッグフードちゃんと食べてくれるようになった。そう、昨日はガムしか食べなかったんだけど、ちゃんとなんだっけ、ドッグフード食べてくれるようになりました。そう、よかった。フォトブックのリーチ美術最強の嘘。どんな写真が入ってるんですか？どんな写真なの？自分どんな写真が使われてるかわからんのだけど、どんな写真なの？見たい。リエモン、マジで美人すぎってなった。本当にちょっと見せてもらえるかな。ちょっと聞いてみよう。私も見たいですって言ったら見せてもらえるかも。見てみよう。今日出張でまだ見れてない。本当リエと一緒でまだ見れてない。あ、ちなみに今日のご飯は、今日のご飯って何だと思う？バーバー、うん、今日のご飯って何？スープ。スープとお肉。肉。肉。焼肉じゃないでしょ。ステーキ。ステーキなのあれ。知らん。なんか味噌のお肉とスープ。家が野菜食べないから、バーバがやっぱ野菜いっぱいのスープを作ってくれた。まだ見てない人いると思ったからよくさ あげなかったけど明日あげます。あ、本当ですか？ちょっとあげてください。私もちょっとでも聞いてみよう、その写真。昨日からカスミは前髪なしなんだよ。そうなの？でもなんか伸びたみたいなこと言ってたけど、どうする？ちょっとカスミ次の僕対前髪なしで出てきたら困るね。いや全然全然いいけど、
そっか。ね。あ、そう、豚肉の、あ、そうそうそう、味噌、そう、そういうやつ、そういうやつ。いや、いいよ、リエ。何の髪型キャラとか言って、他の子に、他の子がその髪型やったら、やめてとか、そういうこと言わんから。みんなで一緒に楽しみましょう、それは。てか今度みんな前髪なしにさせたい、させたいっていうかみんな前髪なしでさ公園出てくれないの次のいつかの舞台みんな前髪なしにさせたいね、前髪なし公園ありよりのあり。リエの新しいアーシャも見ましたか？新しいアーシャは前髪なしになってたんですよ。一応そのフォトブックめっちゃ気になるんやけど、どんな写真なの？ちょ聞いてみようかな、もう今ここで聞く、マネージャーさんに。フォト写真どんなのですか？じゃあみんな褒めてくれたから可愛いやつだって信じてるからね。それで可愛くなかったらもうみんな盛りすぎってことだね。生写真、そう、生写真は前髪ありですね。結構前に撮ったから、そう、前髪ありですね。で、まーちゃん、まーちゃん、それさ、寝転がりながらご飯食べるのさ、やめない、太るよ。磯野くさん、見ては美人すぎる、ありがとう。さ、新しくなった、新しいやつも前髪なしです。私嫌いなメンバー誰かいますか？前髪命みたいな、いる？でも結構どうなんだろう、分かんない。いるかな、前髪絶対ないと嫌だって人。でも結構いそう、アイドルイコール前髪命みたいな感じするし。深本さん、新しいアーシャめっちゃ可愛い、ありがとう、嬉しい、本当に。アーシャでもさ、自分見た時さ、なんかね、聞き顔聞かれたんよ。アーシャの裏話なんだけど、アーシャ撮る時に聞き顔どっちか聞かれたから、リエはこっちじゃなくてこっちですって言ったの。こっち側ね、こう、こっちが聞き顔って言ったんですけど、でもリエの足こっちじゃない、こっちだよね。聞き顔聞かれたからさ答えたのにさ、聞き顔じゃない方が使われてるんだけどショック。そう、アーシャこっち側だよね。こっち側あんまり、あんまりってそう、多分他の人から見たら変わらんのかもしんないけど、でもリエがいつも自撮りする時とかもいつもこっち側の顔にしてるから、そうで、聞き顔聞かれたし、そっち使ってくれるんかなって思ったら、もう全然反対側になりました。あ、ごめん、まーちゃん。クックさん、たい焼きありがとう。中山さん、たい焼きありがとう。上間さん、たい焼きありがとう。瀬川さん、たい焼きありがとう。フォルバーさん、たい焼きありがとう。自撮りって反転する、すると思う。してる気がする。今日のメールに、あの小説読んだ、今日小説読んだから、その小説のね、小説を自撮りしたやつ送ったんやけど、
なんか反転してた気がする文字が。だから戻して見てみてください。そんなめんどくさいことせんか。それで今日のリエちゃんめちゃ可愛らしい、ありがとう。今日髪の毛巻いたの久しぶりに。そうコテをねずっと埼玉に置いて帰っちゃってて、広島にいる時に全然巻けなかったんだけど今日巻いた。でももう崩れちゃった。いた、またボキっていった。今日は今日読んだ本は湊かなえさんの豆のあれなんだっけ、今日読んだ本、今日読んだ本忘れちゃった。あ、豆の上で眠る。まだ途中までしか読んでないんだけど面白かった、面白かった。まだ途中だけど読んだことある人いるんかな。そう、読みたい本がいっぱいある最近。そう、本当に一日一日を有意義に過ごそうって思って、だからそう何しようか、だから毎日違うことがしたいなって思って考えてるんだけど、なんかいい案ありますか、リエの何して過ごすか計画。なんか何して過ごそうか毎日考えてる最近。でもお花とか見に行きたいんだよね。さあ、まあ普段やらんことをしたいって思ってる。あ、そう、美術館ね、そう、ママに美術館行ってくればって言われた。埼玉一周楽しそう。そう、免許さ、リエ免許取りたいんだよね。なんかさ、やっぱさ車運転できる方がいいよね。でも免許取れるじゃん、だから免許取りたいなって思った。そう、でお兄ちゃんも免許持ってないんやけど、でもなんかあった時さ絶対車運転できる方がさいいなって思った。だから免許取りたい、なんかそう免許取りたいんだよね。ドライブとかしたくない？免許取ってドライブで海の方まで行きたい。うわ、なんか背中が痛いんだよね。寝違えたんかわかんないけど背中が痛すぎてやばい。ね、そう免許取りたいなって思った。そう、どこに行くにもさ車運転できた方がいいよね。だってもう免許取れる年齢だし、免許取ったら行きたいとこあるかな。なんかそういう行きたいところ考えたら、確かに夢の国車で行けんのいいよね。まあもうそれのために、まあ、で私ディズニーのために免許取るんでもいいわ。確かにいいね、ディズニー行きたいし、ディズニーのために免許取るのありか。家族でディズニー行くときさ電車で行くの嫌だった。もう車で行きたかった、帰り足痛いから。しかも電車混むじゃん、帰りの電車いつも。そうだからいつもさ車で行きたいなと思ってた。車でディズニー行ったことさ本当に
ちょっとしかないから。レアス近辺はちょっと混む。あ、本当に？あ、その辺は混むんだ。でもリエ運転できる自信ない、マジで。絶対事故っちゃう気がする。やっぱゴーカート、ゴーカートってか、なんかそういうさ、なんかさ、車のゲーム的なやつあるじゃん。ああいうのとさ、あの実際の運転はやっぱり全然違いますか？バスで行ったことない。電車か車でしか行ったことないや。本当に背骨痛い今日。なんでだろう、すごい背骨行きたいんだけど。背骨行きたいね、背骨痛い。確かにいろんなとこに行けるよね、車あるだけで。そう、近場なら電車でいいんだけどね。実際はバナナとか飛んできますね。それは分かってる。バナナとかコーラ飛んでこんと思うけどさ、実際は全然違うんかね、やっぱり。そうだ、免許はいつか取りたいなと思ってます。免許取ったらさ、温泉とか行きたいな。免許なくてもいいか。でも前 STU 加入する前は、前に、ほんとちょっと前かな、ちょっと前ぐらいに、どこだっけ、日光か、そう、日光行きました。電車で行った。しかも電車で日光行って、そう、それで日帰りで温泉行って帰ってきました。でもマジで電車長くって、本当に途中でお尻が痛くて目が覚めたってくらい長かった電車。温泉免許なくても行ける。いや、そうなんやけど、温泉なくて免許なくても行けるんだけど、そう、車で行けたらいいなって。ちょっと待って、背骨痛すぎる。本当になんでこんな背骨痛いんだけど、すっごい痛い。ちょっとこれ見えてるからやめよう。このミッキー見えちゃう。昨日と同じの入ってる。洗濯してたわけじゃないからね。乗るならどんな車がいい？なんか可愛い車とかあるんですか？可愛い車がいいんだけど。何色？でも色は、色何がいいかな。でもピンクの車だったらちょっとラブリーすぎるかな。何色がいいかね。何色がいいと思う、まいちゃん、車で乗るなら。サイリウムの色、じゃあ赤かな。じゃあ紫の車って見たことないんだけど。紫の車見たことなくない？赤はさ割と見るけど。でも赤ならいいな、強そう。なんか赤の車、赤ありだね。じゃあ紫見たことない。免許取るのってどれくらいかかるの？時間結構かかるんですか？
人によってはめっちゃかかるみたいな感じなのかね。ちょっと待って、本当に背骨痛いんだけど、どうしたら治るのこれ。本当にもう痛すぎる。なんでこんな背骨痛いんだろう。つのさん、バラありがとう。ディサイサートさん、たゆきありがとう。せなかむさん、たゆきありがとう。ねえ、ストレッチしたいわ。普通に通うか合宿に行くか。合宿？合宿なんか勝手に参考していいのかな。合宿か、いいな。合宿誰か一緒に取りに行ってくんないかな。ちょっと誰か一緒に合宿。誰が免許取ってない人、誰か一緒に合宿行こうや。確かに家のやることできた。整体に行く、いいね。整体に行く、いいね。それそうだね、整体に行く。だから本当に温泉に行きたいの。家にやりたいことリスト作ろう今から。私のここにペンが、ちょっとこれ本当全部書けるのかな。でバーバのノート勝手に1枚借りよう。血圧ノート勝手に1枚借ります。家にやることリスト。ヒーター免許持ってないと思う。免許持って、ヒーちゃんじゃない、免許持ってない。のやりたいことリスト1。ちょ、インク出ないんだ。1、まずは温泉に行きたい。温泉行きたい。温泉に行く。薄見えない。これまーちゃんちょっと邪魔なんやけど、これで書こう。じゃん、温泉に行く。確かにいちごちゃんとか、いちごでは持ってないと思う。多分ひーちゃん以外3期生は持ってないと思う、免許持ってる子。とりあえず温泉に行きたいけど、何温泉でもで行きたい温泉あんだよね。山形の銀山温泉行きたい。でもそれは遠すぎるからちょっと非現実的だよね。ちょ待って、椅子にさ背中つけてないと痛すぎる。まず温泉に行きたい。次何があるかな。埼玉メガネ温泉多いの。え、そうなの、知らんかった。全然なんかその辺にあるような温泉しかわからん。温泉以外何したいかな。ワンコ連れてけるどっかに行きたいよね。あ、AKB 劇場行きたい。そう、 AKB 劇場行きたいの。 AKB 劇場も行きたい。うわ、ペン持つの久しぶりすぎてちゃんと漢字書けるか心配。そう、日高屋も行かないとだね。日高屋友達と行こう。そう、犬が連れてきるなんかスタバみたいなのがあるらしくて、それに今度行きたいなって。
ずっと話してるんだけどまだ一回も行けてない。でもいつか行きたいんですよね。ね、そう、でも多分アメちゃんが他の人と仲良くできんからさ、ドッグランとか連れてってもって感じなんですよ。マロは仲良くできるけどね、マロちゃん仲良くできるけどアメちゃんが仲良くできないんだよね。リフレ。ディズニーシーは行った。ディズニーシーは行きましたね。もうディズニーシーは行ったね。でもランド行きたいな。今ランドめっちゃ空いてそうじゃない？Cが新しいやつできたからさ。でもこの前なんか Cの待ち時間が出てきて、そうトイマニとかさ、トイマニとかあのソアリンって今までさ普通に1時間ぐらい、1時間とか1時間以上待つアトラクションだったのにさ、あの新しいさアトラクションができたからさ、待ち時間何十分とかになっててめっちゃ行きたい正直。思い出した、一人映画館もしたい。一人映画館でも今日読書できたから。じゃあまーちゃん邪魔、じゃあそっち行って。一人映画館カラオケ大使、え、そう、それはねマジでね、いつかやろうと思ってるよね。カラオケ行って配信はマジでしたい、本当に。でもねカラオケ行くと絶対喉壊れるから、僕隊終わりのいつかカラオケ配信したいなと思ってる。公演終わったらもう別に声枯れても雪じゃない。確かにこのさ6月25にさ僕隊あるからさ、それ以降のさどっかでさカラオケ配信したいな。ということでお待ちしてください。ま待っていてください。一人でホラー、一人でホラーやばい。一人でホラー見る勇気がない。でこの前見たなんか体探しってやつは結構怖かった、うん、でもちょっとなんかあのリアル感はないからいいけど、でもちょっとなんか怖い。まあキャン、なんで怒んの？いつもリーヌ怒んないじゃん。でもこんなにまーちゃんに優しくしてるんだからさ、まーもリーヌ優しくしてよねえ。まーちゃん違うの？ホラー映画見てきたってマバムキだよ。ヒータン本当にすごいよね。でもヒータンがさなんか前さヒーちゃん家でさみんなでネットフリーでさ映画見たんけどさ、その時にさなんかもうヒータン、あこれを見たよこれを見たよみたいなさ、めっちゃ見てる映画多くてびっくりした。でもあのヒータンが見たことある映画って大体なんかサスペンスとかなんかホラーとかミステリーとかなんかそういう系なんよね。しかもヒータンなんかグロいのもいけるからすごいなって思う。なんかで外国のホラー映画は結構いけるんですよ。なんか怖いってよりもさハラハラ系じゃん外国のホラーはさ、ガランいけるけど、でも暗いの苦手なんよね。リエさ
そしたらサッカー観戦、サッカー観戦マジでしたいの、本当に本当にしたい。だからサッカー、あの高校サッカーで、ね、誘ってくれた友達に今サッカーの試合ないって聞いたんやけど、そうでも予定が合わんかった。あ、やばい、間違えてお姉さん今さ、さっきのフォトブックのさ写真のさ写真見たいですってさ送ったからさ、今探すねってやったからありがとうございますって思ってさスタンプ送ろうと思ってのさ、おぼちゃぼのさありがとうちゃぼのやつさ、ありがとうちゃぼのスタンプさ送っちゃった。焦ったありがとうございますってちゃんと送りたかった、ありがとうちゃぼの送っちゃったよ。さすがにありがとうちゃぼはやばい。しかも最近マネージャーさん変わったばっかりなんですよ、本当につい一昨日とかにマネージャーさん変わったばっかりなんでさ、ありがとうちゃんも送るのやばいよねなんだよなんだよありがとうちゃんも送った、ありがとうちゃんはやめてそうでもね、なんか多分家族みんなさうんぽちゃむのさスタンプ使うよね。だからママから普通にさおはようちゃむとかさ LINE 来るし、いもちもパパも持ってた気がする。みんなうんぽちゃまのライン持ってる気がする。待って、本当に背骨痛い。平次さん、たやきありがとう。よしきさん、たやきありがとう。さやまつさん、たやきありがとう。マリーさん、何これ、なんかすごいカラフルなマシュマロみたいなやつ、ありがとう。マシュマロ、マシュマロじゃないか、わかんない、ありがとう。たくさんありがとう。マリーさん、ばあさん、いいね、ありがとう。そう、前のマネージャーさんは普通にありがとう、ありがとうちゃんはさすがに送れんけど、ありがとうございますスタンプは送れた。でもそれも最近送れるようになった。やっぱ目上の方って大人の方だから、さすがにありがとうちゃんはよくないよね、まっちゃん。マロさ、もうリエのそば全然離れない、ずっとそばに。後ろのドア見えちゃう、そっから。後ろのドア、その窓。あ、でも、うん、映ってるよ。映ってる、うん。なんで雨戸閉めようかな。ほんと、一回、ここ、画面閉じようか、画面隠そうか。いいよ、ちょっとバーバが通るので少々お待ちください。消していて、うん、いや消してるはい、大丈夫？よし、戻すよ。よし、はい。バーバがまだ網戸閉めてくれた。そう、命でも出演したことないからね。はい、閉まりましたドアが。これかわいいでしょ、ここにキラキラとしてる、いつ買ったっけ。じゃあ前、あ、ゆめりさんファンタジースプリングスのガザフォース、あ、見た、そう、ゆめりさんディズニー行ってるって思って見ました。でも新エリアローンコーノって書いてたよね、新エリアは行けんかったけどみたいな感じで書いてて、ゆめりさんがディズニーに行ったんやと思って、そう見ました。リアもそのポストはすごい、見てバーバーマロ、ここに頭のめり込んでる。そこのところがあれになってくるじゃない、うん、そう、全く
たい、ここが暗いからじゃない、ここが好きみたい、うん、ディズニーの新エリア本当に行きたい、めっちゃ良かったです、本当に。もうみんな行ってみてください。リエも早く行きたいんですけど、次に行けるのはいつだろうって感じ。新エリア行けたらいいな、また。そう、でもリエが行った日も普通に大雨で、あの、そうだから雨じゃない日で楽しみたいかな。そう、写真見返してもさ、ほとんどさカッパとかさ傘差してるやつばっかりだから、普通に晴れの日に行きたいです。って感じ。ディズニー写真モバイル大丈夫だった？え、あれはさ、背景がさ、だってさ背景が、あの、あんまりディズニー感ないしね。あとカチューシャとかもつけてなかったから多分 OK だった。あとあれ普通に顔おしゃれなカフェですって言っても大丈夫そう。でも本当にサボネ痛くてダメ、めっちゃ背骨痛いわ、あとでストレッチしよう。いつから痛いの？え、いつからだろう。一昨日ぐらいかな。だから腰痛い。腰っていうかさ、腰じゃない、背骨かな、背中？背骨が痛い。背中のこの真ん中ら辺が痛い。鬼滅の柱稽古見ないと。で、歪んでるのかも。確かに温泉行って整体行きたいな。でもあんまりお金かけないで遊びたいの、本当に。でも何をするにもお金かかる、今の世の中。いや、なんかね、昔は知らないけど。お金をかけないで遊ぶことはできないんですかね。何をするにもお金がかかるって困ります。鬼ごっこ鬼ごっこね、確かに鬼ごっこはお金かからんけどさ、誰とすんのお金かかんないけど誰とするんですか、それは。で、温泉入りでもお金かかるし、整体行くなんてもうやっぱお金かかるし困る、本当に。どこか移動したいと思ってます。電車で行ったらさ交通費がかかるし、もうこの世の中大変です。まーちゃん助けてください。まーちゃん助けてまーちゃんと触れ合うのはお金かからないからね。今りょう今日はね、お水も飲んでくれたから良かったです、本当に。そう、お水飲まないから心配してたんだけど、お水飲んでくれて良かった、本当に。ねえ、まいちゃん、わかんないと思うろうね、このガルルはね、あの、喜びの怒り。やりすぎてママに噛まれる。マロ、ママじゃないや、マロに、ママだってマロに噛まれてたもん、寝てる時にこうやって、あの、いたずらしてね。マイちゃん起きてよ、マイちゃんが寝ちゃったらさつまんないじゃん。ママ、マロに噛まれたらしい、寝てる時に。
マロがこうやってお腹出して寝てたのに、そこでなんかママがそのマロのお腹にこうやって顔をわしゃわしゃわしゃってやったらしいの。怒ってんのにそれやり続けたらカーって顔丸たらしくて、ここに傷できてた。めっちゃ血出たって言ってた、眉毛の上のとこ。そマロは何でもうーうー言うんですよ。何してもうーうー言う。本当に本当に、これはね、嫌がってるのか何とか分かんないけど、返事するのと同じような感じでうーうー言う。ね、まあ、ちゃん、ふー、癒される、本当に。やっぱ犬っていいよね。もこもこ。まあちゃんの毛ってさ、赤ちゃんの毛なんだよね、なんかわかんないけど。ちょっと毛が柔らかいの、この子。なんか毛さ、赤ちゃんの時はみんな柔らかいけどさ、大人になったらさ大きくなる、硬くなるじゃん毛。毛まろは柔らかいまんまなんだよね。さあまふまふ。え、動物園一人で行ったら寂しいやん。それはマロではもう3歳なんですけど、まだ赤ちゃんの毛なみです。一人まるまる何がいけますか。一人でご飯行くのはできます。一人で映画館行くのもできる。あとなんだろうね、一人ショッピングショッピングもできます。焼肉は行ったことないけど、一人でご飯行くのは大丈夫。場所によるかな、それも場所によるでもさ、したことあると思う。多分一人カラオケしました。わかる。でも映画館は一人で見る方が好き。なんか集中できる。一人で映画見る方が集中できますね。一人お風呂ちょっと蹴んないでよ。今まいちゃんくす蹴ってきたんだけど、蹴んないで。まいちゃん、まいちゃんね、なんかデベソなんですよね、この子。穴く触ってたらさ、まいちゃんなんかポコってするんよ。あら、え、なんだろうって思って見たらね、この子ねデベソらしいの。可愛すぎない？さ、まーちゃんデベソなの。かわいいよね、マジでかわいい。犬ってさ、足短ければ短いほどかわいいしさ、顔も大きい方がかわいいしさ、デベソでもかわいいしさ、太ってる方がかわいいしさ、なんなん本当に。犬ってずるいよね、太ってた方がかわいいじゃん。そう、デベソってものがあんまよくわかんないんだけど、でも犬のデベソは多分こんな感じなんだと思う。ポコってなってる。でも結構大きいよね、かわいい。本当にそう、犬の体はもう全部触りたい。もう全部かわいい。
お腹ポンポコリ。まーちゃんご飯終わりだからかな。ね、猫か。確かにおててもかわいいよ。まーちゃんおててかわいいよね。ねまーちゃん、ゼベスは病気の可能性が、あ、そうそうらしいよ。なんか心配。まーちゃん大丈夫かね。心配だわ、まーちゃんのことが。そう、肉球ペニペニめっちゃしちゃう。怒られないければ。でもそういうのは、なんかまーちゃん肉球汚れてるよ。まーちゃん待って。なんか肉球、あれ今日散歩行った時拭いたよね。なんか肉球汚れてるよ。なんか踏んだんじゃないか。怒んないで。ダメダメ、怒んないよマロ。なんちょ臭い。ね。そう。ちょっと待って、本当背骨痛いわ。じゃあちょっとそろそろ配信終わりにしようかな。ちょっとアルバムの写真、フォトブックか見たかったんだけど、ちょっとまだ来ないので、でも後で来たら見ようと思います。よし、なになに、え、ちょっとどいてよ。今から壇上読むからどいてください。どいてください。ちょっと見えないです。それでは、それでは誕生日見ます。13位ピョさんありがとう。12位デサイズハートさんありがとう。11位クックさんありがとう。10位ジャイナカムさんありがとう。9位ひろつぐさんありがとう。8位ヤンシヤクさんありがとう。7位高山さんありがとう。6位さやまっちょさんありがとう。5位さなかさんありがとう。4位みさみさんありがとう。3位くまりパパさんありがとう。2位バリーさんありがとう。で1位はアルパンさんでした。ありがとうございました。マロくん、そうマロこういう大事な時に限って出てきた。ありがとう。おやすみなさい。ではまだ今日はお風呂入ってないので、これからお風呂に入ります。私は。おやすみなさい。じゃあねー、明日も頑張りましょう。フォトブックは後で見ます。ありがとう。おやすみ。バイバイ。